皆さんこんにちは、真実を語るクロコです。さて、暑い日が続いておりますが、いわゆる7月門が近づいてまいりました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。東京出身の方はそろそろ実家になんて頃合いでしょうかね。以前このチャンネルではお盆について取り上げた動画を投稿させていただきましたが、今回は各地に点在する変わったお盆の風習をいくつかお送りさせていただきます。動画の構成上、そもそもお盆って何という部分はある程度割愛せざるを得ませんので、概要欄から過去動画をご覧いただきましてからこちらをご視聴いただけますと、より一層この動画をお楽しみいただけるかと思います。もしかすると皆さんが当たり前だと思っている地元のお盆の風習が、他の地域から見ると変わった風習に移っているかもしれません。ビー玉の入った瓶のラムネでも飲みながらリラックスしてお楽しみください。それでは参ります。お盆の風習。では視聴者さんからのお便りを拝読させていただきます。蒸し暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。真実を語るクロコさんの YouTube チャンネルをいつも楽しく拝見させていただいております。さて、本格的な夏を前に、土着民族学に造形の深いクロコさんに紹介したい地元の独特な風習があります。夏と言ったら怪談なのに、全然そういうのじゃなくてすみません。私の地元岩手県宮古市では、古くからお盆の時期になると松の木で焚き火をして先祖をお迎えする松明かしという風習があります。松明かしをする日は8月の1日、7日、13日、14日、15日、16日、20日、31日で、子供がいる家庭では花火もします。松明かし以外の日に花火をしてはいけない決まりで、お盆になると毎日花火ができるので楽しかった記憶があります。親戚から花火代と称してお盆玉をもらう風習もあります。お盆玉は全国的に根付き始めた感はありますが、松明かしが宮古市だけの風習だと知ったのは大人になってからでした。あと、全国的には松の焚き火ではなくライターで花火を着火させるのも大人になってから知り、衝撃を受けました。また13日か14日、記憶が曖昧ですみませんの午前中にお墓参りに行き、墓前でも松明かしをして花火をします。なぜ松明かしをするのかというと、松の煙と独特の匂いでご先祖様が迷わず家に帰ってこれるようにするためと言われています。お墓で花火をするのは寝坊しているご先祖様を叩き起こすためだと父が言っていました。なぜこのような風習が根付いたのか、起源が気になり、いろいろ調べてみたのですが、度重なる津波災害の影響で歴史的な資料がほとんど残っておらず、口伝にもなっていないようで、その成り立ちが謎のままのようです。ですので、真実を語るクロコさんに考察していただき、動画にしていただければ幸いです。宮古市のお盆の風習はまだまだ上げればたくさん出てくるのですが、他の地域にはお盆の独特な風習があるのでしょうか。岩手県には慰霊の森など、怖い話がたくさんあるので、これからもぜひ取り上げていただきたいです。長文で読みにくい文章になってしまい申し訳ありませんでした。最後になりますが、真実を語るクロコさんのますますのご活躍を楽しみにしています。お便りありがとうございました。これぞ民族学という内容で大興奮間違いなしですね。世の中いろんな興奮がありますけど、やっぱり地元の風習の話を視聴者さんから聞くのが一番興奮しますよね。ということで、まずはお便りに触れていこうと思います。岩手県宮古市の風習とのことで、やはり東北には固有の文化が多く残っておりまして、非常に面白いのでクロコも大好きなんですが、松明かしは本当に独特ですよね。はじめに気になるのは、やはり日程ですよね。8月の1、7、13、14、15、16、20、31日。一般的にお盆は13から15、そして16と、この4日間を指すことがほとんどですので、松明かしはかなり守備範囲が広い行事ですよね。
これに何か特別な理由があるのかと思いまして、宮古市教育委員会市史編纂室様にお電話にて取材をさせていただきましたら、大変ご丁寧なご回答をいただきまして、1日はお盆月の入りだから、7日はお盆の週の入りだから、13から16は一般的なお盆と同じで、20日は地獄の釜が閉じるから、31日はお盆月の終わりだからという理由だそうです。なかなか丁寧なお盆供養ですよね。関東圏ではここまで日程を割く地域はもうほとんどないと思うんですよね。ちなみにお盆の精霊棚は一般的な慣例に同じく13日の迎え日までに準備をされるようです。ただし、お墓のお掃除は7日までに終わらせるのが地域の通例だそうでございます。そしてそもそもなぜ松なのかですが、これは獅子編纂室様でもはっきりとはわからないとのことでございます。ここからは少し黒子の試験を交えさせていただきますと、岩手県宮古市は赤松が多く確認される地域ですので、松の使いやすさがポイントなのは間違いなさそうですよね。またどうやら松の根っこを使うとのことなんですが、これはもしかすると油が多く燃えやすいこと以外にも、人は土に帰るという思想から土の中にある根っこを使うのかもしれません。つまり地中が浄土や地獄とつながっているので、ご先祖様をお迎えするなら地中にある根っこを使うということです。よく地球の内側の核をマントルと言いますが、仏教宗派の一部、主に密教ではご本尊をマンダラと呼びしますよね。仏典には菩薩は地面から湧いて出てくると説かれておりますので、このあたりと何か関係がありそうな気がしませんか。ただこれ以上はお口にチャックしておきます。そしてなぜ花火をするのか、これに関しても明確な記録はないそうなんですが、少なくとも江戸期には催されていたことが確認できるようです。当時宮古市から海鮮問屋がただ江戸に出入りをしている中で、江戸の花火は疫病除けという文化がありましたので、宮古市にその花火文化が持ち帰られて集合し、松とお盆と花火が同時に並ぶことになったのかもしれません。また大変興味深いのは、おそらく宮古市に花火職人さんはおられないようで、周辺市町村にこのような文化はないそうです。謎が多くて興奮しますよね。隣近所の町にも広がりそうなもんですけどね。そんなこともないようです。そしてお便りのこの部分、お墓で花火をするのは寝坊しているご先祖様を叩き起こすためだと父が言っていました。この部分を獅子編纂室担当者様にお伝えし、各家庭レベルで多種多様な文化が生まれているのか伺いましたら、とのことでございました。宮古市教育委員会獅子編纂室様、誠にありがとうございました。岩手県宮古市の風習、松明かしについてお話しさせていただきました。非常に面白いですよね。子供たちはこの期間を花火の日と呼んでいるそうで、なんとも微笑ましく、きっとご先祖様もにっこりですよね。松明かし、黒子はちょっとやってみたくなりましたね。皆さんはどう感じられましたでしょうか。ぜひコメント欄でお教えください。ではここからは各地に点在する変わったお盆の風習を2つほどご紹介いたします。まずは茨城県日立より、盆綱。古くから水神様信仰が盛んな地域ならではの風習です。8月のお盆前に稲藁の束を編んで太い縄のようにします。これは当時の水神信仰から竜や蛇に似せた稲藁の束が使用されるという習わしです。それを持った白い衣装に身を包んだ地域の子供たちが、ご先祖様の墓所から出発し、各家に神様や祖霊を送り届ける土着の宗教行事です。家の人々は、桶や手拭いを用意してご先祖様を迎え入れます。ちなみになんですが、蛇は弁財天の眷属であり、弁財天は竜でもありますので、当時には弁財天信仰も厚く残っています。
続いては島根県沖ノ島より少量流し。これは新盆限定なんですが、その年初めてのお盆を迎える仏様がいる家は、お盆で帰ってきた故人を再び浄土の方へ送り出すために、シャーラブネと呼ばれる木製の船に、お供えや戒名を書いた紙を載せ、沖合に流します。新盆は地域によっては、初盆とか、新盆とか、荒盆とか、いろいろな呼び方がありますが、皆さんの地域はどう呼ばれますでしょうか。あとこれは一例にシャーラ船一隻のパターンもあれば、地域の新盆の方をまとめて一隻にする場合があります。ちなみにシャーラ船はたこ焼きの船でも代用可能です。さらにちなみになんですが、黒子はある駅の銀だこでたこ焼きをハフハフしてましたら、急に現れたおばちゃんが、え？それそんな暑いん？と言いながら、黒子のたこ焼きを一つ勝手に食べ出したことがあるんですが、私はあれをまだ許していません。LINE スタンプ販売中。いかがだったでしょうか？本日はお盆の風習についてお話しさせていただきました。皆さんの地域には変わった風習などございますでしょうか？もしこれはというものがございましたら、コメント欄でお教えください。またあの時、私のたこ焼きを一つ食べてしまったよというおば様がおられましたら、同じくコメント欄で教えてください。動画のリクエストやご相談、こんな面白い話題があるよなどなどコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録のお済みでない方は、セカンドチャンネルクロコラジオも合わせて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの感想やグッドボタンお待ちしております。Twitter、TikTok のフォローも概要欄よりお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。